ではですね、皆さん、今回はですね、斉藤しのぶプロをお招きしまして、ちょっといろいろと皆さんが普段聞けないことを聞いていきたいと思っております。しのぶプロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、まず第1つ目なんですけども、いつまでもですね、元気にこうボウリングをする秘訣などがあればですね、教えていただきたいなと思いまして、はい、まあ、自分自身のことに関すれば、はい、やっぱりその自分が好きでやりたくてこの世界に入って、まあ、優勝とかね、そういう自分のいろいろ練習してきたものを、この現場で発揮するんだっていう、そういうモチベーションが、まあ、ずっと、まあ、46年間、はい、あったということなんですよね。まあそのまあ、たまたまっていうんですかね、その勝てたというそういうご褒美もあったということであって、現状の自分自身は、そういう当時のね、ボウリングは全然かなわないんですけども、ですけども、その自分で考えて、こう工夫ができるというのがボウリングと思うんですよね。しかもその大勢さんでなければできないんじゃなくて、一人でもできるという、アマチュアの方でもね、ということでは、その考えて次にこういうステップに行こう、次はこういうステップに行こうっていう、なんかそういうものが自分をこうずっとこう引っ張ってきたと、まあ、そこには体が、元気であったという、元気であるということが大前提なんですけどもね。でもその大前提にするために、日常をそのボウリングができなくなるっていうことがもう どんなに嫌なことかっていうのを思うので、その辺のこうケアとかねっていうのを考えながら取り組んでいるので、まあ、まあ見た目は元気でいられてるんだなとは思いますけどね。あ、そうなんですね。例えば、今シニア層の方が結構ボウリングをなさるのか、健康ボウリング教室とか結構多く盛んに、まあ、このコロナキャットボールでも結構盛んにやらさせていただいてるんですけど、まあ、その方々がこう続けるっていう中で、例えば何を目標にしたらいいかとか、まあ、例えば健康に最初やってるんですけど、やっぱりスコアを何とかしたいというのがやっぱあるじゃないですか。でやっぱ、ね、お年をこう重ねていくとなかなか体が動かないっていうのがあるじゃないですか。そういうのってなんかどういうふうなことをすればその動きやすくなるのかとか、そういうケアの方法とかもあれば。そうですね、まあ、ボウリングを今までやったことがないという方はほとんどいないと思うんですけども、はい、まあ、でもそういう方が、はい、健康ボウリング教室に、ね、入ってきて、はい、楽しんでるっていう姿は私も何人も拝見してますからね、はい、で実を言えば私だってもうプロになって46年で、はい、男性と違ってやっぱりね、人並みの女性だなと思わされるのは、やっぱりその肉体がその、まあ、年齢ね、加齢によるその動きが変わったりとかっていうのをね、はっきりと感じるんですよね。ですけども、その健康ボウリングとかその年を召してから始めた方たちでも、そのやっぱり一旦入ったらその動きをイメージしたり、ボールの軌道を見て次はどうしたいとかっていう、そういうところにこうシフトしていくんですよね。あ、そうですね。ですけども、かなわぬかな、その体がうまく動かないっていう、そういうジレンマは私も同じなんですよ。で、当たり前のようにこうボールを持ってアプローチに上がってセットをして、こう 2,3 回深呼吸をしたら、当たり前のようにポンと出られてスッと投げられたんですけども、そこがいろんなことを考えないと、その一歩目がうまく出なかったり、途中の足がちょっともつれたりとかっていうのは私でもあるんですね。 あります。それで私が今実践しているのは、まあ、ご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、そのオノマトペっていうね、はい、言葉で、はい、その要するに自分の動きをね、言葉、リズム、パン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 とかね、
トン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 とか、スーッとかね、そういう言葉で自分を動かしているという実体感をしてます。そのイメージというか、そうです、自分の長いリズムを取るというか、まあ、私ですと、例えば忍ですから、学生時代の、まあ、皆さんに呼ばれても椎野ちゃんとかって呼ばれたりする、はい、でそうすると今はその、昔は四歩ですけども、はい、今は五歩で慣れてるので、ね、そうするとその例えば一歩出して、一歩出したら椎野ちゃんとかっていう投げるタイミングですね。そうそう、自分のこのあだ名で、そうタイミング、あだ名でもいいし、はい、例えばこう一歩出したらスーッと投げるとかね、ちょっと擬音とかでも自分のあだ名、昔のオルマトペっていうのはその擬音とか擬態とかってね、はい、なんか、トントントンパンとかね、うん、何でもいいんですよ。なんか僕子供の頃ですけど、ゴルフでチャーシュー麺みたいな、そんな感じのイメージですか。そういうリズムを自分の中で作るっていうのが大事なこと。そう、動く人はいいんですよ、うん、でも動かなくなってどっかでこう考えちゃう人は、ともかく自分でスーとかっていう言葉に出しちゃって、はい、そのスーを耳に聞かせて、でその音に乗って自分がこう動くと。あ、それがなんかすごく動きやすいっていうのは、うん、自分が感じてますね。イメージをつかみやすい。そうです。あ、 音で自分を動かすっていうの、はい、声で動かす、はい、確かに僕もちょっと講師をやらさせていただいてるんですけども、やっぱりちょっとタイミングが取りづらいっていうのが、やっぱり今ね、全体的に教えてるのは出して下ろして後ろから前にっていうのが主流で今基本でやっているので、その中でちょっともう一歩先に行ったイメージで、もう本当にスーっていうイメージで投げれるようになると、もっとイメージが楽に。そうですね。ああ、確かにそうですね。本当に私なんか今体動かないから、その言葉でその練習でもね、試合でも、そういうふうに実際に口で声を出して自分の耳に聞こえるように動かしてるっていう現状で、その健康ボーリングの方たちのね、はいはい、リズムをちょっと取れない時、はい、もう同じような状況で、はい、そういう工夫をしながらやってますよね。それはとてもいい方法じゃないかなと思いますね。そのチャーシューメイクとかね、はい、リズムを、そうですよ、皆さんお聞きになりました。リズムが大事ですから、はい、頑張っていきましょうね、皆さんね。騙されましょう。最後にですね、憧れの方とか、まあ、プロ先輩とか、まあ、憧れの方がいらっしゃったらちょっと教えていただきたい。ボーリングでも何でも。そうですね、やっぱりプロボーラーですからね、私自身はプロになって、はい、勝ってる人の背中をね追いながら来た、はい、で、その方に追いつきたいという意味で、でボーリングをずっと続けてきたんですけども、はい、なんかもうお亡くなりになっちゃったんですけども、須田佳代子さんが、はい、今の私のプロボーラーとしての立ち位置っていうんですかね、はい、そういうものを見て盗んで、あ、目でも見てトップになったらああいう風にするんだ、あ、振る舞い方とかそういういろいろな全体ですね、そのボーリング場にいるね振る舞い、はい、それから、まあ、姿勢ね、はい、そういうことを増田佳代子さんから、学んだという意味ではね、まあ、憧れというか、ああなりたいというそういう方でしたね、須田佳代子さんが。やっぱりその須田佳代子さんがその42勝という当時最多勝を持っていた時に、その須田さんを抜いた時にね、はいはいはい、さて自分はどうするんだろうっていう意味でね、抜きたいと思ってた方はずっとこうやって見てきたわけですよね、はいはい、で、あ、もしもそういう時が来たら
諏訪さんのように振る舞いたいっていう、はい、そういう気持ちでね、見てきましたね。やっぱりその数字だけでもね、一番上に行っちゃうと、そういう責任もあるので、やっぱりそういう立ち振る舞い、ですから言葉遣いですとか、そういうものは本当に見させていただいてね、勉強になりましたし、はい、そういう意味での憧れのプロなんですね。プロボーラーとしてもその人としてもね、そういうふうに拝見させていただいてましたね。しのぶプロが今度逆に見られる立場になってきてるじゃないですか、今もう。なので、でも今は、はい、見られる立場を卒業して、おはい、今は斉藤さん元気そうですねってそういう、はい、まあ、それでもね、後輩の人たちに対するこう言葉かけとかね、はい、あ、はい、そういうものは、それらしくしてるつもりでは、はい、いますけども、はい、そういう立場になりたいですね。あ、いやいや、ね、もう僕らからしても男子プロからしてもやっぱりこう、もうテレビでやっぱり見る人たち、まあそうですね、今日のいる矢島プロに関してもそうですし、坂井武夫さんもやっぱそうですし、やっぱりこうレジェンドと呼ばれるプロボーラーと一緒にこういうふうに、もう緊張で、逆にでも立ち振る舞いを見ながら、あ、僕もやっぱり将来こういうふうにやっぱ立ち振る舞ったりとか言葉遣いもそうですし、やっぱりお客様に対して、一緒に慣れてるお客様に対して、やっぱこういう振る舞い方をしなきゃいけないんだなっていうのはやっぱり勉強になりましたし、やっぱそういうのも見させていただいて、本当に今日はいい勉強になりました。本当にありがとうございます。ではですね、最後今後のです、目標を教えていただければなと。目標ですか、はい、まあ、本来であれば、はい、優勝とかね、はいはい、そんなような強い言葉が出てくるのだろうなとは思うんですけども、はい、まあ、私自身はこの10年近く、はい、で自分のボウリングを失ったか形でね、はい、過ごしてきているので、自分のイメージの今の年齢の今の体力の自分のイメージできるボウリングをね、なんか取り戻したいっていうのは悲しいけど、そんなところが目標になって続けられてるんだなと。でそれは、結果としてもね、トーナメントの順位で賞金取れたとか予選落ちちゃったとかっていう、そういう結果がね、少しは見えるようになったので、そういう意味での変化は見られていますので、もうちょっと取り戻したいと、はい、これからということですね。目標で、はいはい、で、ごめんなさい、1個だけ聞いていいですか。あとですね、ちょっと失礼な話なんですけども、はい、いくつぐらいからですね、こうなんだろう、あ、ちょっと落ちたな、自分ちょっと体力もそうなんですけども、ちょっと落ちたなっていうふうに思ったのかというのと、そこからどういうことをちょっとしてきたのかなっていうのをちょっと簡単に教えていただけたらなと。私自身は、はい、自分自身がね、この斉藤忍さんはどういうふうにダメになっていくんだろうって想像できなかったんですよね。まあ、だけど、人様はみんなその何かの病気を抱えてますよね。私もそういう ある病気を持った一人なので、そのことによる痛みだとか、あったことによってね、大きく振り上げてたものを小さくしてとかっていう、私自分ではそのスモールボーリングにしちゃってきたんですよね、はい、そういう痛みを軽減するために。で、そのことによって、はい、自分のボーリングが壊れてきちゃったっていうのはあるんですよね。それはちなみにいくつぐらい、大体ね、私が最後に優勝したのが2005年ですので、はい、10年前、58とかその辺ですよ。でも翌年もなんか事務所が参加してるので、本当にダメになったのは60過ぎてからなんですよね。60過ぎてから、で
だけど、そういう自分の持ち合わせた病気と、はい、その60過ぎた年齢とかね、まあ、重なっちゃったっていうのもあって、振らなくてもいいんだって、小さくってね、コントロール重視みたいな運用に変えていったことによって、自分がもっとカッ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 と歩いていた、バーンと振り上げていた、はい、そういうものをすっかり忘れちゃったか、できなくなっちゃったのね、その小さいボールの取り組みのために。でそれが昔強かった斉藤さんがこうなったよっていうようなところ登りになっちゃったっていう今の現状ですよね。ですけどもその辺をこう少しずつこう振りだとか、さっきの沼とてのね声かけでこうリズムよく少し歩けるようになったということでの自分が変化してきたのはちょっとは感じるんですよね。もうちょっと感じたいんですけどね。やっぱりですね、健康保険教室で60歳以内の方が初めてもうボールを触るとか、という方が結構多くてですね、やっぱりその自分 そのできる限界っていうのが、まあ、私もできないからっていうふうに決めちゃう方が結構多いんですよ。でやっぱり今のお話の中でやっぱり自分ができる最大限のことやれることをやっていこうっていう形がやっぱり自分に合ったボーリングスタイルで、まあ、長く続けられる秘訣なのかな。そうですね、はい、やっぱりできないって思ったら皆さん次には何か考えますよね、はい、それの繰り返しなので、必ず思ったらできるっていうふうにね、そういうふうに思ってやらないと、と思いますね。そうですよね、なんか今の自分ちょっと違うなと思ったら、多分考えて今こうだったから次はこうしてみようとか、そういうことの繰り返しをね、ぜひしていってほしいなと思いますよね。そうですよね、皆さん、聞きになりました。60歳からですからね、皆さん、頑張っていきましょう。もうね、日常、街中をね、はい、歩ければ、ボウリングはできると。ああ、やっぱそうですか。そうです。ああ、歩くだけでもやっぱ違いますもんね、歩ければもう、ボール持って歩くだけですから、ボウリングはいつまでもできます。はい、頑張っていきましょう。では今日はですね、斉藤翔プロをお迎えしまして、ちょっとお話を聞かせていただきました。斉藤翔プロ、ありがとうございました。ありがとうございました。